神宮球場です。プロ野球ファンの皆さんこんばんは。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ9回戦の模様をお伝えしてまいります。現在最下位のスワローズ、ジャイアンツとの3連戦最終日です。ゲーム解説は田尾康さん、西崎幸弘さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるポーターです。はい、ベンチ裏から選手のコメントや情報を我々2人がお伝えいたします。楽しみに。はい、お願いします。そして次のバッターとヤクルト対巨人9回戦の模様をお送りしています。さあ、バッター有利か。やっとこれは強烈な打球、きれいにセンター前に出ました。ファーストランナーは2塁です。2塁ストップです。ここでヒットが出た。そして今シーズンここまでの打率です。2割7分3厘。変化球打ちました。打球は右へ。ありました。2アウトになっています。そして4番マウンドは先発ピッチャー高橋久乃。さあ、次のボールは打たされました。左へ行った。取って、これで3アウト。そして次の5番王、左のバッターボックスに入った今シーズンのスワローズ、ここまでのホームゲームでの成績です。勝ったのが5、負けは12。まず初球、初球をしっかりと捉えた。打ち上げてセンターへの打球、追っていく追っていく。これは勢いなくなったか。伸びません。ここで打順、次が4球目、変化球三振、初めての三振を奪いました。そして次の4球目、インコースを打って打球はセカンドの前、これは1塁間に出ました。ファーストランナーは2塁ストップ。さあ、ヒットになった。2打席連続。そして次のバッターとなります、青木。さあ、同点、ラストに打ちました。これはサードになります。2塁へ残ります。2塁アウト。ここで打順、このままどうか。このボールはフォアボールです。これが今日最初のフォアボールになります。スワローズファンでいっぱいの神宮球場、実況生中継でお送りしています。高めを打ちました。ファーストへ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。そして次のバッターを迎え、この回ヒットを打たれています。どこに出てくるか。初球から打った。強烈な打球、下がった下がった。さあ、ワンバウンドした。長打コースになります。ヘッドバックは一塁を蹴った。セカンドが中継。ファーストランナー今三塁を回った。今ファーストランナーがホームイン。2対0、ライトへのタイムリーヒット、1点を追加します。その差を2点にしています。そして次の6番高橋由伸、すでに1点をこの回与えています。最初の1球、最初は外のボール、ボールにしてきました。石川、今日は4回途中までを投げて許したヒットが4本、そして2失点となっています。2回の第1打席、センターへの、これも強烈な打球、ファーストへの打球、抑えた。2塁アウト。1塁フェンス、これはセーフ。1塁はセーフ。そしてバッター王、この回は先頭バッターを打ち取っています。第1球はどうか。外のボールはショートです。今のはね、引っ掛けてしまいましたね。これでアウトになります。そして打順、依然カウントは2連ドアン、あっと空振り三振。スワローズ4番手のピッチャーに変えてきます。ギラ2点をリード。そしてバッター、今年はすでにホームランの数が20になっています。さあ、初球です。最初は外に持っていました。カウント1ストライクノーボールです。第2球、強烈な体、懸命に追いかけます。あっと抜けた。フェンスの手前に打ちます。ショ
京都が中継。ツーベースヒット、ノーアウトランナー。期待に応えたいこの場面、高橋、そのバッターボックスです。そりゃあね、ここは何としてもランナー返したいですよ。ですね、得点まで行きたいこの場面です。ノーアウトランナー三塁二塁です。高さんにお聞きしますが、ジャイアンツのこの後の展開なんですが、一塁空いてんですけどね、勝負あるかもしれないですね。はい、ここはピッチングにも注目しましょう。この変化球は外れています。ボールが続きました。このゲームはここまで3打数2安打3投目。さあ、サードランナーが帰ってくる。痛烈な打球が襲っている。リッアーク抜けた。ワンバウンド抜けました。セカンドランナー3塁を蹴った。サードランナー今ホームイン。続いてセカンドランナーもホームイン。第1走者1走のタイムリーツーベース、2点を追加、4点差に広がりました。リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。そして次のバッター、点差変わらず5点差、ジャイアンツがリードしています。さあ1投目、最初はストレートから持ってきました。バッテリー外してきます。さあ次のボールは今度もまっすぐできました。カウント1エンド1。さあ第3球、ストレートを持ってきました。ワイエンド2になりました。バッティングカウントになった。これは大きく外れます。ワンスリー、すでに2点を奪われています。さあ何を見せるか。さあいい当たりが打ち上げて宇宙間へ。ランナー帰ってきますよ。落ちたワンバウンド、抜けた抜けた。ボールが返ってくる。セカンドランナーがホームに返ってきました。タイムリーツーベースヒット。7対11、1点追加。最終回ダメ押しになる1点が入りました。さあスコアが変わりました。そのシーンです。この追加点で最後の守りが楽になりそうです。スワローズまたピッチャーを変えています。そして次のバッターを今日5度目のバッターボックスに。後ろめっちゃ当たってる。どこに入れてくるか。最初は見ていきます。これは手を出させません。次の第2球、またインコースに来ました。2球ともインコースを攻めています。さあ次の3球目、これも痛烈な打球、打球のセカンドへ、一塁へ。これは一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。次のバッターが入ります。川島慶三、ここでゲームセットとなってしまうんでしょうか。バッティングカウントになったが、高めのボールを打ちました。打球はセンターに上がっている。ワンバウンドを打ちました。さあヒットが出ました。そしてスワロー最下位の6位にいます。大きく首位と引き離されています。どこから狙うか。もう一回行った。セカンドへの打球、一塁送球、これでスリーアウト、ゲームセット。7対1、この3連戦最終戦はジャイアンツ、スワローズを破りました。この3連戦今日も勝って2勝1敗となりました。高橋力投を見せました。これで5勝目、まだ黒星ありません。勝利監督を迎えてインタビューが行われています。さあ今日のゲームをお送りしてまいりました。今日のゲームの解説は田尾康さん、西崎幸弘さんでした。楽しい解説をありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。そしてリポートの2人もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、次回の放送でまたお会いしましょう。